ゆうたの冒険始めましょうか。ここは M 県 S 市白滝町、物語はここから始まる。僕の名前はゆうた、ごく一般的な小学生さ。強いて違うとこを挙げるとすれば、ちょっと魔法が使えることくらいかな。今日は明日が休みなんで、ソシャゲを仕事もやり始めたんだ。ゆうた、ちょっと来てくれない？なんだろう、とりあえず行ってみるか。セーブと。僕の大好きなソーシャルゲーム、パズル&モンスターズグランドオーダー。もう3万円も課金してるよ、過去親の金で。なんか最近の子ってそんな感じなのかな。こっそり持ち出したプリントコーラ、美味しかった。ゴミ箱の中は空っぽ。なんか調べるといろいろ、まだ休まない、いろいろあるっぽいな。ただのタンスだ、決してやらしい方なんか入ってないさ、決して。本当にこの年で。いやわかんない、こいつが小学1年生か6年生かによってだいぶ話が変わってくる。てかまあソシャゲスマホ持ってるんだったら今時なんかエロ本とかはまあ多分必要ないけどな。漫画家ぎっしり最近ハマってるのはドクトルストーン。パパとママに狙って買ってもらった PC、 これでメインクラフトがやり放題。なんか今の時代のガキは俺の時代だとかだいぶ違う気がするな。狙って買ってもらえるんだ PC。 トイレだ、僕の家には2階しかないよ。なんかさ、家族共用のものとかだったらまだわかるんだけどさ、あとマインクラフトなんだね今の子は。どうしたのママ、何かあったの？隣のコンビニの店長の美濃田さんがね、ゆうたに用事があるんだって。え、美濃田さん、何かあったっけ？よくわからないけど、ついでにお菓子でも買ってきたらどう？はい、これお小遣いよ、500円もらった。やったぜ。最近は不足だからね、気をつけてね。まあ今んところ普通の、まあ、ちょっとあれだな、ソシャゲに課金しすぎてるところはあるけど。あ、そうか、そうだそうだそうだ、魔法がなんか得意、そうだ、普通じゃねえんだ。必殺技も覚えてるよ、なんかいろいろ言ってたよな。どこにでもいる普通の小学生、最近魔法が使えるようになった。どういうことだ。この先はパパとママの部屋、そこには行けないと。そういえば言うと、プリンとコーラどこにやった？え、さあ。まあいいじゃねえか、そのぐらいガキなんだしよ。なんだ言うた、お使いか？そうだね、コンビニに行かなきゃいけない。治安が悪いってそういうレベルで？俺が想像していた治安の悪さのなんか3段階ぐらい上だね。そんなに？申し訳ございません、工事中止券迂回お願いします。あ、まあ工事はわかるんだけどさ、ちょっと最近あそこのコンビニ改装したらしいよ。なんでかし、いやそんなこと言ってる場合じゃなくない？これ血とかさ見えないのかなみんな。ねえ、どうなってんだ、俺がおかしいのか？そこの時いいことを教えてやろう。氷の魔物、魔物とかも普通に言っちゃってるもんね。なんか現代的なさ世界観なのかなと思ったけどさ、普通に剣と魔法のファンタジーの世界じゃねえかよ、どうなってんだ。弱点をつけば楽に魔物を倒せる。ん？よくわからねえ、ファンタジーなのか現代なのか。落とした、大事な荷物落としちゃった。カードね、それね、ゲームのカードだねそれ多分ね。死んでる。どういう世界観なんだよ。ひどい事故が起きてね、飛ぶ子が取れないさ、交通事故、交通事故リアルタイムで見ちゃった感じ。やばい、これもうトラウマ確定だよ。300円手に入れた。金なんかどんどん手に入って1000あるわ今。今日この街はレーシングサーキットと霞んだからや、都合にはどいてた方がいいぜ。遊戯王バトルシティ編。ごめんください、ユタですって。んー、なんかボロボロだし、え、なんかコンビが変になってる。まあ馬もいるし、なんかもういろいろと。あ、ユタ君、店長がカンカンでいらっしゃる、謝って差し上げろ。え、副店長さんがどうしたの？なんで店長が怒ってるの？なんでって、この前君が遊戯でのカードパックを万引きしたからに決まってるじゃないか、犯罪だよ。ええ、あれって店の裏にあったもんだからてっきり捨てるのかと思って。ダメだろ。店の裏にあろうが何だろうがダメだろ、勝手に持ってっちゃう、そんなわけないじゃないか。とにかくそのせいで店長がブチ切れてこの店をダンジョンに改造してしまったんだ。だから今すぐ店長のところに行って謝ってきてくれないか。店長何者なの？分かったよ、謝ってくる、弁償もするよ、牢屋に入る覚悟もできてる、ありがとう。店長はこの子の地下にいる、道中の化け物に気をつけてね。なんか、なんでお前らはナチュラルにさ、その化け物とかを受け入れてるの？この先に変なのがいるんで気をつけてくださいっす。大丈夫？警察呼ぼう、とりあえず。警察、カルピル、カルピルと黒飴とビスコ。ビスコは食べると少し強くなる。超強力ネズミ花火。人に投げて遊ばないでね。ビーストエナジー。大量を大幅に回復っていう日本語。何が起こってるかよくわからないけど、とりあえずこれ食べると少し強くなるんだったら、これをとりあえず一旦食ってみて。これで、いや、捕まされた、もう。なんだよ、HP と F1 上がるだけじゃねえか。まあ、捕まされた。これ、大量大幅に回復って何？ HP じゃねえか。なんだ、大量大幅に回復って。もうなんか、日本語使っちまったじゃねえかよ。じゃあ、そうだな。まあ、買えるものを一個ずつ全部買っとくか。これで、あと、馬な。最近のコンビでみんなこうなの？もうお前が言うな。お前は何なんだよ。このコンビニ、ダンジョンの仮装にはお化けが出るんで、お札があればお化けも怖くないぞ。あ、お札売ってくれんのね。呪いのお札、魔除けのお札。でも金ねえよ、15円しかねえ。ああ、敵だ。ああ、フロスト。フロストスライムか。
フロス、あ、弱点つけって言ってたな。炎ってこと？フロストスライムってことは。おい、ん？わからねえ。一撃で倒したから弱点をついたのか、それって、まあ、エンカウント率高くね。炎だから氷かと思わせといて風みたい。氷かな？なんか、氷と、あ、やっぱ違うんだ。これさ、多分だけど、炎が氷に強いじゃん。氷が雷に強くて、雷が、ってこういう感じなんじゃないかな。だから、なんかパフ、ちょ、ね、今なんか、一旦落ち着こう。これ何？柔らかな癒しで体をつけも体力を回復するパフパフ。自分で自分をパフパフするっていう、その、新しい発想な。あ、エレキスライム。エレキだからこれだから、氷だ。っていうことだよね、多分。あ、そうだね。やっぱ与えてるダメージが。で、色でわかる感じなんだ。あ、だから最初さ、スライムさ、青色のスライムが出てきたら普通のスライムは、何しようかしら、適応力。もうこの状況に適応してんの、こいつ。すげえな。エレキスライムは、あ、これでいいのか、だから。そういうことだよな。そうそう、最初さ、青色が出てきたから普通のスライムかなと思ったんだけどさ、フロストスライム、全く ATM 使うだけなのにここであるかされると、いや、ATM がどうこうとかっていう話じゃなくなってから、よくここまでお前ら来れたね。このエンカウント、ほら、もうエンカウント率、これさ、クソゲーにありがちなやつじゃないっすか、ね。うおー、こいつ、なんでこいつ、こいつだと強さもとんでもねえけどな、もうレベル4だし。あとなんか、ナチュラルにバイオハザード。どういうこと？これ、核か何か、その、汚染されてるの？ちょ、待ってね。これは炎だから、あ、だから風か。風で、オッケー。弱点を作ってるゲームシステムは、まあ、理解できたけど、なんなんだ、このエンカウント率の高さは。もう、クソゲー特有のあの感じ。だからエンカウント率いじれって言ってんだろうがよ。ナチュラル、そんなに、デフォルトでさ、作るとこのエンカウント率になるの？でも詳しくないから知らないんだけどさ。ちょっと、作らーの皆さん教えてください、これ。エンカウント率これ、いじらないで作るとこうなるの？それともなんか、あえてこうしてんの？ぜーぜー、お化けにウィスプには物理攻撃が効かないぜ。なるほどね。だから、お札を買えばいいんだよな。こいつが言ってる。ウィスプ。これは物理攻撃が効かないから、でも、例えば、まあ、強くない？やばくない？大丈夫？まあでもパクパクがやばい。 MP がない、やばい。これ詰んだんじゃないか。だって MP ないから魔法使えない。こういうこと？こういうこと？これが通らないんだったらもう逃げるか、あるいはアイテムという選択肢もある。あー、魔力。やべ、ちょっと持つかな。あ、もう50回くだったらいける。でブラストファイヤーでナイス、余計。これこいつの HP 次第だな。こいつの HP がどのくらい高いかによる。危ねえ。死闘を繰り広げてる。なんか経験値300も手に入ったけど、ちょ、お札くれ、お札。やべえって、魔除けのお札。あ、これでいいんだよね。これ何？見るからにバカバカしい。お札投げつければ天使さえ、あ、天使も出るってこと？どういう世界か。私はただランチを買いに来ただけなの。よくたどり着いたね。だからね、こいつら猛者だよな。こいつらなんかどんな強さよくわかんねえけど、てか俺やばくね？これ結構満身創痍だよね、俺ね。大丈夫か？やばくね？回復間に合ってないけど。あ、こういう時のためのビーストエナジーだ。ビーストエナジーだから全回復なのかな。やべ、でも MP が足りねえ。ちょっと一回、あ、金集めた方がいいかな。ちょ、アイテムがさ、あ、左の方にウィスプね。こいつのための魔除けの札な。これで、ちょっと話違うんだけど。おい、ちょ、また捕まされたの俺。もうふざけんなよ。お札、もうお札嘘じゃねえか。あいつ怪しい見た目してるなと思ったけど、こういうところでもそういうやつはいるのか。人間のクズはよ、人間でも力合わせねえって。お前周り化け物だらけなんだぞ。なんか死んねえけど、これ絶対こっちの方がいいだろう。カルピルゴミじゃねえかよ。だってさ、これで MP 回復して、それでさ、自分でパクパクした方が絶対いいじゃねえか。どうなって、ん、ちょ、ね、なぜ使える？なぜ使える？どんどん使ってっちゃうじゃねえかよ。おい、ふざけんな。何にも効果ないのになんかどんどん MP10 消費してたわ。やばい、ちょ、戦隊ものみたいになってる。全部現れた。どうしようこれ。まあ一個ずつあれだよな、弱点ついていくしかねえよな。先手取ってよかった。炎がエアースライムだっけ、だよな。あ、違う。炎がなんだっけ、もう。なんかちょっと違うんだよな。炎が氷か。あれで、氷がエレキか。
なんか普通のさ、よくある感じのさ、なんか火、水、風、土みたいなのとはちょっと違うんだよな。で、雷でエアか、こうだね。で、風で火だ、だからこう。いや、結構でござんすね、これ。まあ、だけど、自分でパクパクすれば、こういう時もね。こういう時も自分でパクパクすれば、でさ、ちょっと、買いに戻ろう。このさ、エンカウントにずっと欲しいけど、こいつが世界で一番強い。こいつマジで強いんだよな。てか、あれだな、1階から2階にさ、降りた途端に敵の強さがなんかすげえ、倍増したんだけど。やべえだろ。ここにいる奴らもやべえだろ。なんでなんかお前ら普通に適応してる、あれか、なんか、俺だけ特別なんかさ、魔法が使えてさ、なんか普通じゃねえみたいな感じかと思いきや、みんなおかしいのか。この世界の住民はみんなやべえのか。だからあんな治安悪いのか。あれはよ、地上はよ、地上はもう地獄だぞ。しかも地下も地獄だし、もうどこもかしかも、この世界は地獄だ。スタート、ゲーム始めてスタートしたさ、自分の家のあののほほんとした感じ、あっこからも想像もできないような世界観が今繰り広げられてるけど。とりあえずじゃあ奥行って、あ、いろいろあんじゃねえかよおい。800円もあんじゃねえかおい。なんだ急に黒飴はなんだっけ。黒飴はなんかあれなんじゃないか、あの MP 回復するやつだったよな確か。だから大事だ。でカルピルがゴミなんだよな確かな。おー、ナイス、回収の時期いいよ。レベルガンガン上がってる。とんでもない小学生だなこいつ。世界一強い中学生、小学生になるんじゃねえか。どこにでもいる普通の小学生とか言ってるけどさ、もう相当なんか、え、何ここ。ベッドで仮眠できるよ、一体どうなっちゃったの。いや、てかここ何。この部屋は何。ひっ、このゴミ男女の仮装にはお化けやってるから出た。このぼったくり野郎、こいつにどんだけぼったくられたか、もうふざけんな。あ、でもさ、一応この呪いの札まだ使ってないから一応買っとく一個ずつ。で、ベッドで休んで、何なんだこれ、だから。どういうことなんだ。コンビニにある、だからあれだ、仮眠室でもないと思うけどな、コンビニなんかに普通ないだろ。これなんだっけ、忘れた。炎か、炎と、で、エアーがなんだっけな、雷か、こうだね。 OK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 。よしよし、この辺の敵はまあそんなに苦労しなくなってきたな。何なんだこのロッカーの数も、おかしいだろ。まあベッドが一番おかしいよな。ベッドなくない、ベッドなんて普通店舗にはないだろ。だからすべて本社とかさ、でっかい会社にはあるかもしんないよ。これなんだ、これはサンダーか、違う、サンダーだから氷だ、こうね。 OK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 。 で、一応宝箱全部、うおー、1000円。うわー、もうめんどくせーの来た。こうか、こう、なんでミスんの、魔法必中じゃない世界観かよ。なんかどこまでも普通の RPG とはちょっと一線を画すな。なんかダメな意味で一線を、ダメな風に一線を画してるな。これがなんだっけ、エレキか、エレキだっけ、そうだよね。これでも会心の一撃で1000ダメージとか当たる、これ相当強くなってるけど、これどっちだっけ、こうか。なんかさ、そのなんだろうな、普通の RPG とは違う感じなんだよな。まあ風が火に弱点はなんとなくわかるんだよな。まあでも普通風、まあ火起こすとき風大事だけどね。まあでも確かに風が強すぎると火が消えちゃうっていう理屈はわからんでもない。で、火が氷もうなんか普通逆なんだけど、でもなんとなくわかる。まあ火が氷を溶かすっていう意味でね、なんとなくわかる。でもなんかもうだからこれがよくわからない。なんで魔法があれなんだ、必中じゃねえんだよ、そこはお約束だろうが。で、そう、ここまではわからないけど、氷が雷に弱点っていうのが、それがなんかよくわかんねえんだよな。氷が雷の弱点っていうのがさ、いまいちピンとこないっていうか、わかるかなこの感じ。普通の RPG のその属性の弱点的な感じでさ、ないじゃん。あとこの雷が風に強いっていうのも、これもなんかよくわかんねえし、なんかね、関係性が微妙というか。まあそんでレベルも上がって、ステータス上がってんのかな。でも小学生、元が小学生だからなんかあんまり上がってない気がするけど、全回復して、でありったけの黒飴を舐めて、こいつさ魔法、あ、そっか、魔法以外もそういえば使ってなかった。ウィップスが来た。
でこれで、どっちだっけ、これ呪いの札、これが効かなかったらもう完全に捕まされてる。だもっと早く気づけばよかった。とんでもないものを手に入れていた。俺はもう動けません。ちょ待ってくれ、あいつもっぺん出てこねえか。俺にさ、ありったけの、ちょっと、これ相手を投げ張る、なんだこれ全体じゃないんだ。だったら結局魔法ゲーじゃない。なんか必殺技覚えてるけど、なんで1回目毎回避けるんだよ。おいおかしくねえ、あいつ絶対一発目避けるんだけど、なんなの何が起こってんの。なんか不思議な力がさ働いてるよね。絶対避けるんだもん、あいつ。あ、これ順番ってことだから、あれだ、選ぶというか、選ぶときにこうなんか考える必要ねえわ。これ順番にこうやって1個ずつ動かしていけば、勝手に弱点のところになってるから、これでいいんだ。よし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 、そうと分かれば。てかでも毎回なんかパクパク自分にしない、2発ぐらいしないといけないぐらい満身創痍なんだ。なんでこんなに毎回死闘を繰り広げて、てかもう普通に人いるしね。あとなんかしないけど毎回絶対一発目避けるから、あえてこっちから行くわ。なんかしんねえけど避けてくるから、あいつの避け具合半端じゃねえ、なぜかしんねえけど。だからこうやって順番をずらすわ。よしよしよし、で呪いの札、呪いってどっちだっけ。あ、呪いはいる方だ。よし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 、これはもう何歩あっても。クソ、一体どうなってんだこのコンビニ。お前相当な猛者だな。地上だ、多分敵なしだろうなあいつ。よしいいぞ、これだからエクスポーションだから、これで。ウィップスめんどくさいけど俺にはこれがあるが、ただこれ使うのもったいない気もする。てか超強力ネズミ花火も使ってないよな、思えば。その辺とかも使ってみるか。まあとりあえずこいつは一回相手も温存しよう。相手も温存して、まあブレストオブファイヤーで、ブレストオブファイヤーってなんだよ。結構危ねえぞ。あ、ブラストオブファイヤーか、どっちにしろ危ねえぞ。はあ、結構ギリギリだぞ。はあ、某 RPG のタイトルになりかねないギリギリのライン。こうして、でこいつはエレキスライムは、あれだ、氷だ。なんかもう俺も適応してきたわ。だから一見ピンとこないんだけど、もうこんだけやらされたらだいぶもう覚えたわ。1000円、3000円はお前ガキにしちゃもうちょっと大金だぞ。すげえお金持ちになっちゃった。3000円やったらお前小学生界隈ではお前あれだぞ、王様になれるぞ。お前駄菓子想像してみ、駄菓子屋今ないか。でも駄菓子屋っていう概念がもう今はないか。あのさ、駄菓子屋でさ3000円握りしめて行ってみろ、マジで。王様、本当に冗談だけど王様。やばい、ちょっとやばい、どうしよう。あ、この辺使ってみるか、スラッシュ。どのぐらい食らうか分かんないけど、めっちゃ食らうじゃねえかよ。これでいいじゃねえか。やばい、ちょっと MP が枯渇して、これ今ウィップスが来たら、おしおしおし、ナイス、キリキリ危ねえ。今どういう動きした。おい、どっから今ピョンって出てきたんだ。ちょ待て、ちょっとこれさ、ベッドで休むってするじゃん、右に移動するじゃん、でピョン。何の動きだよ。あー、敵出ちゃった。まあでも MP 回復してるから大丈夫。危ねえ。こうだね。あ、違う、あ、違う、うん、違うわ、会心の一撃でなんか、なんとかごまかした。間違えた。んで、またあれかな、買い物できる感じ。何者なんだこいつらは。よ、だからよ、ビスコゴミだよな。で、これ強力ネズミ花火がよくわからない。で、一番大事なのこれ、この世でこれが一番大事。10個買っといて、この辺とかもなんか使ってみる。ビーストエナジーはそんないらないんだよな、2個でいいかな。で、完全に道を、うん、ああ、そういうことか、こうか。ね、あいつ、あ、いたお前なんだよ。なんだ、え、あ、やべ、ゴースト出ちゃったけど、ゴーストには魔除けの札なのか。だからこういうことだよね。あ、そういうことか。あれ別にさ、これがなんかとんでもないアイテムってわけじゃなくて、対特攻なんだ。あいつらに対してゴーストにはあれだし、ウィブスにはあれだしみたいな感じで、それぞれ特攻なんだな、多分。そういうことか。まあ、つまりこの作者さんが言いたいのは、敵の弱点をついて攻略していきなさいよっていう、そういうゲーム性で作ってるんだね。で、これサンダーが弱点で、ちょっとボス戦の匂いがするからセーブしてから、これ右か左どっちか、ん、あ、女子、ん、何これ、トイレ工事中だね。ああ、工事中っていう表現ね、これね。どういうことかと思ったけどさ、そんなことよりもさ、このバニーの戦闘力が俺は とんでもないんじゃないかなっていう。俺がさ、魔法が使えるからここまで来れたものの、
あのバニー一体何者なんだい。このなんか魔物たちがうじゃうじゃしてる中、どうやってくぐり抜けてきたのこの視線をよ。で風が弱点でと、で絶対に位置がおかしいであろうエアコンと、あエアコンなんかよく見たらいっぱいいろんなところになんか取り付けられてる。なるほどね。戦隊もの、戦隊ものはこれね、もう理解したんですよ。順番に何も考えずに順番にこれ次こうで選択するときもいじらない。そうすれば自動的に弱点をついてくれる。だからこうしてこう連打、こういうことなんですね。あっていうか今回あれだな、一発目のフロストスライム一発目避けなかったな。たまたまだったのかな。でもうん悪すぎるだろ。どんだけ重なるんだよ。でボスだね。絶対にボスだ。キープアウト、バイオハザード。コンビニ地下、こいつ。店長こいつ。やっと来てくれたか、ゆうたくん。話は平田くんから聞いてると思うが、遊戯艇のカードパックの件どう落としまえつけてくれるのかね。その前にさ、お前自分のコンビニにはびこる魔物たちはどう考えてるの。それについてはどうお考えで。ん戦う。僕は悪くねえ、僕は悪くねえんだ。お前を倒して世界に平和をもたらしてやる。とんでもない勢いで開き直り出したこのガキ。お前人から物取っちゃダメってお母さんから教わらなかったの。俺は倒そうとふざけたことを変えるうちにしてくるわ。僕はこの冒険ですごく強くなったんだ。お前なんかに負けるもんか。ほざけ。そういう問題じゃなくてさ、その道徳観とか倫理観とかからさ、そういうところを学ぼうか、もうちょっとね。っていうかさ、これあるよな。これ効く、あ、てか強力ネズミアラビ結局使ってなくない。これどうなの。310結構通るじゃん。え、なに相手何もしてこないよ。え、これえ、なんか何もしてこないんだけど。勝ちじゃない、様子見てるんだ。怖えな。まあブラストオブファイヤー行ってみるか。あれおかピーポー。これが全然通じない。当然だ、鍛えてるからな。え、結構通じてるけどな。次はこっちの番。あー。負けイベントかよ。おい、ちょっと待って、相手は相手でやべえだろ。だから何だったらこいつとか持ってやべえことやってんだ。人殺してんぞおい。え、さて警察に来てもらおうじゃねえよ。捕まるな、どう見てもてめえの方だろ。謝るって言ったじゃないか。悪いことしたらちゃんと謝って償おうね。いや、そういう問題じゃなくて人だよ。人を殺してるんだよ、店長は。なんだろうな、ちょ偏ってるな。いや、俺も物取ったのは悪いよ。でもさ、こいつの方がもっと、ね、かっけえ、お前、どこに。まあでも考えてみたらそうだよな。店からカードパクるようなガキだぞ。常識なんか持ってるわけねえよな。当然なんか机の上に立つよね。大事そうな書類も踏みにじっていくよね。土下座し謝ればいいのかな。でもここで土下座し謝って、すみませんでした。うん、分かった、許してくれるんだ。お前の社長机の上でふんぞり返ってるけどな、このガキ。これからもう悪いことしちゃいけないよ。うん、バイ、わかりました。こうして店長のミロダさんの怒りは収まり、コンビニは元通りに。ゆうたくんは反省して囲碁になったとさ。めでたし、めでたし。まあ特に何の解決もしてない気がするんだけどな。結局世の中はさ、地上のさ治安はさ、もう世紀末でさ、なんか北斗の拳みたいなことになってるしさ。しかもなんかこのコンビニの中はさ、魔界みたいに魔物がはびこってるしさ。てかなんなら店長はさ、ミノタウロスだしさ。一番そこだよね。はい、ってこれでユータの冒険でした。まあ勢いだな、これもな。勢いで作った系のゲームだねこれね。まあまずはエンカウント率の調整からかな。あとビスコもうちょっとなんとかしよう。位置上がってもどうにもなんねえよ。はい、ということで案の定クソゲーでした。ありがとうございました。